1週間前にタクティカルリロードについてのお話をしました。今回はエマージェンシーリロードについて簡潔に紹介していきたいと思います。エマージェンシーリロードとは、弾を完全に撃ち切った後に行うリロードのことです。つまり残弾数0発の時に行うリロードです。マガジンにも薬室にも弾が入っていないので、光線時には敵に反撃することができません。反撃することができないので、弾切れの時はできる限り遮蔽物に身を隠して速やかにエマージェンシーリロードを行います。この遮蔽物については、状況にもよりますが土のう、レンガ、木などを利用してください。草むらや石膏ボードは身を隠すことはできますが、被弾は避けられないので注意してください。また、味方に援護を要請します。部隊によってリロード中の援護射撃の要請は様々で、有名どころではローリングと叫んだりします。遮蔽物がなく、味方もいない場合は走りながらエマージェンシーリロードを行います。この時、敵がマークスマンまたはスナイパーの場合は、走る速度や方向を不規則に変化させた方が良いと思います。ここまでエマージェンシーリロード時の射種の話をしてきましたが、銃の構造に関する話に移りたいと思います。基本的に廃墟をするときは、リボルバーなどを除いて、ボルトやスライドが交代して、その交代の時にエキストラクタという部品が、薬莢底部のリムを引き抜き、エジェクターという部品が銃の外にから薬莢を蹴り出し、廃墟します。詳しくは右上のカードまたは説明欄の URL からご視聴ください。そして交代したボルトやスライドはスライドストップや、ボルトストップがかかり、交代した状態で前進することなく、停止する銃があります。この場合はマガジンを交換した後、スライドストップレバーを押し下げたり、ボルトストップレバー、ボルトリリースレバー、ボルトキャッチを押すことでボルトが前進し、薬室に弾を入れることができます。詳しくはこちらをご覧ください。コッキングレバーを引かなければならないものは、コッキングレバーを引く必要があります。ヘッケラー&コッコ社の MP5 などでは弾切れの直後にコッキングレバーハウジングの溝にコッキングレバーを引っ掛け、マガジン交換後にコッキングレバーを叩いてボルトを前進させる HK スラップというものがあったりします。次にボルトアクション、ポンプアクション、レバーアクションなどの手動で装填、コック、廃墟を行う銃についてです。ボルトアクションではボルトハンドルを手動で交代させ廃墟します。エマージェンシーリロードの時、廃墟後はボルトハンドルを元に戻さずそのまま交代させたままで、マガジンを交換し、マガジン交換が終わった後に、ボルトハンドルを戻すことで初弾の装填が迅速に行えます。ポンプアクションについても同じ要領です。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。